ムーミートローリは、イリア・ラグテンコによって1984年に、ロシアのウラジオストクで結成された、ロックバンド。メンバーは、ラグテンコを含め4人で構成されている。バンド名は、トーベ・ヤンソン作のキャラクター、ムーミートロールを連想させている。発音は、ムーミートローリがロシア語の原音に近いが、NHK をはじめ日本のメディアには主に、ムーミートローリ。 という発音で紹介される。ソ連崩壊末期にガレージバンドとしてデビュー。ソ連当局に最も危険なバンドというレッテルを貼られ、いくつかの妨害工作を受けるも、徐々に地元ウラジオストクで人気のミュージシャンとなった。中国語と英語を話すことができるラグテンコがコンサルタント業で中国やイギリスに勤めることになったため、一時期活動は休止となっていたが、 彼がロシアに戻るとグループは再結成され活動を再開。1997年には公式上のファーストアルバムマースカイアをリリース。その後シングルウラジオストク2000が大ヒットし人気はロシア全土に広がる。時期を同じくして日本でも NHK テレビロシア語講座などで紹介されるようになり、1999年2001年には 箱館でライブを行った。また2001年ユーロビジョンソングコンテストのロシア代表にも選ばれ、コッペンハーゲンで行われた本戦に出場したが、12位に終わった。ロシアのロックバンド、ゼムフィーラを発掘したことでも有名。現在では、ロシアやロシア古典以外でも、精力的にツアーをこなし、世界的に知名度を確立しつつある。2005年には、 ライブコンサートを収録した DVD ポティテリー日比をリリースした。2016年ビジュジャパンサミット2016の3日目に出演。2018年リーダーであるラグテンコの満50歳を祝う誕生日パーティーが10月16日モスクワで開催されている。また、当該バンドメンバーにより同名のミュージックバーが2011年にモスクワで開店。 このミュージックバーは現在 v ロックス会場の一つともなっており、街のシンボルとして観光名所にも選ばれている。ありがとうございます。